好きなことしたんだろう。レオ、あのさ、ホテル着いたけどどうする？そうだな、とりあえずシャワーでいいんじゃないか。そうだよな、汗かいちまったし。そんな緊張してどうしたんだよ。いや、だってさ、こんな高そうなホテル俺今まで来たことねえし。じゃあ今日は特別な夜になりそうだな。おい、なんならシャワーも一緒に浴びるか。何言ってんだよレオ、マジで言ってる？顔真っ赤。立ってよ、仕方ねえだろ。冗談だよ、先いいから入ってこいよ。おう、じゃあ先入ってくるからな。その前に、こんなとこでいきなりされたらドキドキするじゃんかよ。別にドキドキしても周りに誰もいないんだからいいだろう。そうだよな。じゃあ俺からも。誰も見てないって言ってもやっぱ恥ずかしいな。とりあえず早くシャワー浴びてこい。そうだな、行ってくれ。はい、こんな感じでよろしいですか？はい、こんな感じでよろしいですか？こんな感じでいいかな。ありがとうございます。いいですか？いいですか？いいじゃな。まさかホテルシチュエーション持ってくるとは。なんかそれがなんか直前で出てきてしまった。緊張する、緊張する。3、2、1、どうぞ。エルさん。何？急に呼び出してごめんね。おう、別にいいけど、どうしたの？伝えたいことがあってさ。なんか大事なこと？うん、大事なこと。あのね、俺ずっと前からエルさんのドSなところがずっと好きだったんです。だから俺と付き合ってください。いじめてほしいってことでいいんだよね？そうって言わなければいけない空気だけど言いたくない。何のことですかね。誰も見ていなかったはずですが、いえ、あなたが見たことはトップシークレットですよ。いいですか？ということで、内部ありがとうございます。内部ありがとうございます。好きなことしたんだろう。なんか叫んでる人おる。すごい叫びが聞こえた今。おい、エッチなことしたんだろう。